はい、ということで皆さんこんにちは。そうですね、また続けてやっていきます。今回闘争を心痛めて、こちらのね、チャプターですね、やっていくんですが、パートナーをね、トラワさんにしました。まあ、早いとこね、ヘビハミズ使いたいということで、プル2もね、一応パートナーにできるんですけども、まあ次ですかね、やっていくとしたらね、キューブレイはね、まあ、ハマン様の方で一回使ってるので、先にヘビーアームズをね、使いたいなと思い、まずトラワさんとね、仲良くなろうと思います。で、これ前回読んだのでね、このような形で、今回やっていくと。で、今回もですね、バナージ君が、出番ということで、まあ、やっぱりこのチャプターの主役級の、キャラクターになってるんでしょうね。当分バナージ君でね、やっていく流れになると思いますので、よろしくお願いします。それではね、さすがなんですけども、やっていきますかね。イズイ。そうですね、ユニコーンガンダム専用と。で、オペレーターはこれオードリーさんになってるんですけども、このミッションでは使えないので、使用せず、ミッションを、ね、開始します。ね、こういうような感じに変更ですね。さて、ユニコーンガンダム、もう今回で5回目ですか。お願いします、今回もね。さあ、ということなんですけども、今回のボスはガトーさんですね。どういうつながりや。プル2とカイさんいますね。で、敵方も、マッシュ、マクベ、デュオ。デュオ?デュオですか、ここで。そして、なんでマッシュ?まあ、黒い三連星の、一人ですよね。ガイアさんじゃないんです、そこは。マッシュなんですね。で、マクベさん、ギャンのマクベさんですね。で、ガトーとなっております。まあ、そうですね、ガトーを倒すとクリア。そして、味方全フィールドの陥落ないしは、戦力ゲージゼロの状態で、私がお伝えたら、ゲームオーバーとなりますので、注意してやっていきましょう。では、いきます。お、いい曲。さて、行こうぜ。このピアノの旋律っていうのは、すごいこう落ち着きますよね。うん。無双、ガンダム無双3の中でも、好きな曲の、うちの一つですね。ね、死ぬんじゃねえぞ、大会戦にもやりたんでね。まあ、生き残ってね、帰りましょう。よいしょ。まあ、今回もね、すんなり終わると思うので、まあ、でも、普段以上に敵は多いですね、今回。うん、まあ、なんとかなるかなと思います。近場から行くんであれば、先にこちらのフィールですかね。誰かいますね。お前は誰だ?マクベだ!よし。やるかやられるかってなったらやるしかねえだろ。ほら。よし、やりましたね。俺に力を稼い。本物のニューテープってなんだって言ってましたよね、この前ね。はい、マクベさん引いたので次行きましょう。うん、来ればいいですよね、やっぱりそんなような、日がね。デュオかな、あれデュオですね。先に、拠点を取ろうかなと思います。おっと、プリツー大丈夫か。助けに行った方がいいかもしれないですね。あー、カイさんも苦戦。みんな苦戦だ。やばいやばい、ちょっと待ってね、今抜かんでね。よし、まあこんな感じで落として、デュオですね、多分デュオにやられてたって。ボコしてるじゃないの。デスサイズですね、かっこいいな。ウィングの機体かっこいいですよね。好きですね。お、やったやった。ガンチクシャーということで、今は戦うしかないんだ。じゃあね、南下しましょうか。そうですね、デュオも、好きですね。ああいうキャラクターは、好みですね。ウィングは、まあ、機体もそうですけども、キャラも割と、好きだったりしますね。お話全然わかんないけど。ガンダム全然悔しくないのでね。よし。さあ、だいぶ片付いたところで、次行きますか。え、カイさんどこにおる?大丈夫やないかい。カイなだけに。はい、ということでね。次行こうか。さあ、ガトーさん。マクベさん、また来たんか。じゃあ、また返り討ちにしてやる。おら久しぶりのつばぜり合いじゃ。あっ、しょっぱなから間違った。動け。よし。そう、久しぶりすぎて、指が言うこと聞かんかった。よし、行きましょうってことなんでね。よし、いいものだ。
お、来たか。試作2号機、ガトーですね。やつを倒せば、今回ステージクリアとなるので、まあそうですね、ここのフィールド取ってからいきますかね。取るわ。君は何をしてくるんだ一体。お、上から撃ってくれるのか。これどうなんですかね。ファンネルの方が、役に立ってる感はあったような気がするんですけど、まあでもやんないよりかは絶対ですよね。おっと、フルツーさんが協力してくれるということで珍しいですね。しかもバナージって言ってたんで、これ専用セリフですよね。よし、ガトーさんやられてもらうぜ。よっしゃ、来い。デストロイなれるかな。敵が、あ、ここで使う。おらい。よし、やってこう。まあそうですね、今回も順調に、行くみたいです。行きますね、これね。おーっと、よし、今度こそ。よっしゃ、来た。はい、入った。おお、行ったか。決まりましたね。で、ちょうどデストロイモードも終わりまして、落ち着きましたね。はい、ということでミッションコンプリート、帰還しましょうかね。はい、ということで帰ってまいりましたけれども、これ2レベル上がんないな、さすがにね。上がったね。はい、来ました。プル2の共感レベルが3になりました。あれ、狙ってなかったんですけども、これで使えるようになるんじゃないですかね。あ、そうですね、プレイヤーパイロットとして使えるようになりましたってことで、バナージの共感レベルが3になりました。カイさんもね、上がりましたね。これでパートナーとして、参加できると。カイさん今回使えるのかな。あ、5回使ったのでユリコンガンダムのね、ライセンスがショップで購入できるようになりましたと。はい、そしてランク3パーツ来ましたね。1いらないんでこれ1捨てましょう。で、ギャン、ゲルググ、ゲルググこれいらんか。ザクタンクのランク1、ランク1いらん、いりませんよね。いらん。あ、デスサイズ来ましたね。で、試作2号機と。ん、各種で同じ境遇のパイロットがいますか。あ、また仲間が増えるんですかね。わお、ドモンさんと、相方、名前何だったっけ。ガンダムファイトってやつですね。あ、レインさんだ。ね、キングオブハートってやつですね。わけわかんないのが増えた。まあ、まあまあまあ。はい、ということで、ドモンとね、レインのカポーが、参入ということでね、また仲間が増えましたね。では、イベント見ていきましょう。行くぞってことで、ドモンですね。シャウトスタートっていう。いや、それだけかよ。いや、大事なことなんだろうけど。彼と共に研鑽を重ね、切磋琢磨することでその心に近づけるかもしれません。なるほど。じゃあ次、レインさんですね。ごめんなさいね、ってことで。興奮してた。ねえ、やっぱりその、ドモンさんみたいな方のそばにはね、こういうようなレインさんみたいな人がいないとダメなんですよね、やっぱりね。彼女の力を必要とする人々と共感を深めることで、その心に近づけるかもしれません。はい。まあそんなような、流れでね、今回はおしまいとなります。では例によって次回予告をねしていきましょう。次回こちら、明日も見えずにってことで、お、これキャラ縛りないので好きなキャラでやれるんじゃないですかね。プル2使えるようになったので、先にプル2使って、ここでなんとかね、トロワさんが使えるようになればありがたいんですけれども、どうでしょうかね。シャアやリボンズによって協力者は増えていく。しかし不安は消えない。その理由は、集まった味方がどこの誰かもわからないからではない。その味方と共に誰かもわからない敵と戦い続ける。この状況こそが不安なのだ。うん。だからその一緒に戦うメンツっていうよりかは、誰かわかんない人と戦うしかないっていうのが辛いっていう話ですよね。いや、本当にその通りだと思うんですけども。
まあ、ただね、今戦わないと本当に自分がやられちゃうような状況なので、まあね、いろんな、思い気持ちあると思うんですけども、戦い続けるしかないですね。情報をね、得るまでは。次回ね、こちらやっていきますのでご期待ください。おそらくプル2でね、やっていく感じになると思います。今回はね、この辺で、締めさせていただきます。皆さんご視聴ありがとうございました。よかったらね、次のパートも見てみてください。それでは失礼します。